お疲れ様ですまあ人間の精神に関しましてはね、まあ、これ俯瞰してみるのもそうですし感情に流されるのも人間っぽくていいなっていうところもあってね、まあ、何でもかんでもね冷徹に俯瞰してみるのはまあ効率的ではあったり確かに死のなんか痛みっていうのは言えるわけですよだったら今日から言えておけっていうのもその通りなんですけどもでもやっぱね映画を見に行ってなんかその主人公のなんかライバルがね 死んだりとかするとなんかちょっとこうね涙がうるっときたりとか、まあ、そうやって感情に振り回されるのが人間とも言えるのかなと思いますまあこれはね本当にそういう時もあるしそうじゃない時もあったりとかして様々ですよね実際にだから私が前回の動画で答えたのはその場にならないとわからないことが当然あって今ねあのやっぱり両親ともに元気なんで強気なことも言ってられますけども最後ね弱々しくこう命が尽きる時に、うん もう一回会いたいっていうふうに思われて手を伸ばしてくれたその両親とかね身内に対して「いや俺仕事が優先だからさ」っていうふうに行けるかって言ったらやっぱり行けないですよね、まあ、そういう姿を見てサービスを受け取りたいというお客さんもいないと思いますしね、うん、まあでも本当にこれはねどっちもうん正しいんですよ、うん、もっとと言うと その行動にどんな思いを込めるかとか、うん、そんなところでしょうね。うん、まあ、誰かは認めてくれるし、認めない誰かもいるしっていう、まあ、その間かなと思います。さあ、今回はね、えー、まとめると価値観ってことになってきますんで、ビッグモーターの不正に対しての価値観。これ、ご存知ですかねビッグモーターっていうのが、お客様からお預かりしたおかあの車の、その、タイヤにね、傷を入れて、パンクさせて、それを保険で直すみたいなスキームを、 動画でで撮ってて工場長みたいな人がが部下に教えるるところがあるんですよ業務の一環として組織的詐欺をやってるわけですよでそのスキームとしてはあのタイヤがパンクしましたとこれは保険で直しましょうだからお客さんにはあの保険のお金が出るんで費用負担はありませんよただビッグモーターとしては工賃だけはいただきますんでタイヤ1本あたり3000円でまあ4本で1万2000円ぐらいの これじゃあ請求させてもらいますけど、タイヤはね、保険で新品になりますから、みたいな感じで、お客さんに説明されるんですよ。で、お客さんもね、費用はかかるけども、まあ、タイヤが新しく保険でなるんだったらいいか、みたいな感じで、まあ、直してもらうんですよね。まあ、そうなると、ビッグモーターも儲かるし、お客さんは多少お金払うけども、本来タイヤを全部費用で買えるとなると、10万ぐらいかかるのが安く済むし、工賃だけで済むし、って感じで。その費用は、保険が負担するんですよ、保険屋さんが。でも、 保険屋さんがお支払いするお金っていうのももともとはあの保険金から出てるわけですから皆さんから毎月集める保険で出てるんで基本的にはあのダメージはないんですよねで保険会社そのものも保険を支払うための保険に入ってたりとかあとはあの為替とかでねえー、利益を利回りを上げてるんで痛くないっちゃえば痛くないんですよでもこれが動画として YouTube で拡散されたっていうのが問題なんですよねビッグモーターズは組織的に 詐欺をやって保険会社に損害を与えてるわけですよ。犯罪ですよね。詐欺被害ですから。詐欺っていうのは殺人放火と同じぐらい罪が重いんですよ。ただし、これ保険会社の方はビッグモーターに対して訴訟を起こすかっていうと起こさないんですよ、これはね。今までも何回もやりましたけども、ちょっと勘弁してくださいよぐらいは言いますけども、別に文句言うぐらいで訴訟を起こしてビッグモーターに対して、まあ、いわゆるね、損害賠償請求とかしないんですよ。それはなんでかっていうと、 ビッグモーターは一括して保険会社に毎月毎月保険料を払ってるはずなんですよねそうなるとビッグモーターを通じての保険の売り上げってのがあるからビッグモーターに嫌われたくないんですよだから不正をして詐欺をして損害を与えていても、まあ、実質あらりにはちょっとだけ傷がつくけど保険会社全体としては深刻な問題じゃないんでやめといてくださいよぐらいで結局ビッグモーターからの保険料の支払いが欲しいんで 穏便に済ませるわけですよねつまり不正と誰がが見ててても分かるるのに告発しないっていっう流れでできてるんですよだから今回も不正は発覚したけれども誰も何にも変わらないままそのまま進んでいくんじゃないかなと思いますしお客さんの方はお客さんの方で保険料はこれまで通りも払うけどももしかしたら割安でタイヤの修理など受け入れるかもしれないから結局得だよねってことで特に文句は言わないのかもしれないです。 こうやって正しさってのはどこに行くか分かんなくなるわけですよ客観的に見たらねビッグモーターっていうのは組組織織的犯罪組織ですよもう本当にしょうもないことしてますよねそれによって企業の成長があると思ったら真面目にやってる町工場なんてのはね本当に報われないですよこれがね資本力の小さいようなその月間の売り上げが300万ぐらいでやってるそんとの町工場でね車検とか保険を何とか取ってるところに言わせるとそこがやった 不正だったら完全にこれれれれ訴訟ささて潰まますすよよ損害賠償もねがっつりいかれますよでもビッグモーターぐらいでかい売り上げになってくるともうね袖にできないんですよで保険会社もビッグモーターとの保険の契約がありますからビッグモーターがねじゃあ文句言うんだったらあんたの保険全部解約するよとうちのお客さんはね年間数千人いると思いますけどその保険料はじゃあ他の保険会社に今度お願いするからさみたいなことで言われたくないわけですよねねだからももう本当に、ね、保険もね。 あの不正だろうが何だろうが取り合いですよねこれから車人口も減っていくことが予測されますしそうなるとね最後の勝負に賭けてくるって意味で危ない橋だけの渡っていくみたいなことになっちゃうのかなと。モラルってどこにでもね行っちゃうしそうなってくると今度はねあの本来あるべき建前っていうのも歪んでくるんじゃないかなと思うんですよ、うん、なんか今回特にねビッグモーターの件っていうのは話がでかくって その内部にいた人までねなんかすごく悲しい涙ぐみながら動画放送したりとかね本当は正しくやりたいし正しくやろうと思った人はどんどん窓際になったり退職をさせられて会社の利益のためにお客さんや保険会社に損害代でもどうってことないよっていう人が出世しているそんな図がいつの間にかビッグモーターの中に蔓延してしまったとかねこれはだからマスコミ業界もそういうことが言えて芸能界も同じことが言えてあのジャニーズの不正もありましたけども結局悪いことをしてもね 誰も告発できないし、告発した人が損をするみたいな形になったりとかするわけですよ。あとね、内部告発の例,例で言うと、なんかこういうのもありましたよ。内部告発をした JA の社員とかがいたわけですよ。JA の不正に対して。で、匿名でテレビの取材に応じたのに、個人が特定できるような放送をされちゃったんで、もうそれ、会社を辞めざるを得なくなったみたいなね。それから会社に残留した人は離島に、あのー、左遷されたとかね。そんなことがあって、 正しいことを通そうと思っても、すでに不正の力がでかすぎて、どうにもならないような、そんな日本になってしまったってことですよね。まあ、私たちね,ね、吉谷さん、も含めて、私もそうですけども。あの、誠実に、ね、これからもやっていきたいですよね。こんな世の中だからこそ、怪しいと言われているネットビジネスが一番誠実だったみたいな形を。なんか作っていきたいな気もしますね。まあ、これからも。 ボタンの掛け違いや間違いとか勇みやしってあると思いますけどもでもね人を騙からかしても稼いでいこうみたいな気持ちはさらさらないことは私たちの共通認識じゃないですかそれだけが結局今までね長年自分たちの小さな城を守ってきたな教授だとも言えるんじゃないかなと思いますで組織にいたらね吉田さんも言われてますけども 売り上げは予算のために上げたくない売り上げも上げないといけないしよく分かんない人もタイアップしないといけなかったりとかするんでそれは熟自たるものがあったんじゃないかなと思いますだからこそ今みたいな形っていうのはお互いにね爽やかですよね上司に何かね予算でノルマかけられることもないし会社の都合であこれはなんかほんと大丈夫かなみたいなものをよく検証もせずにね出さないといけないってこともないですしね つうか独自に検証して「これはちょっと売るもんじゃないんですよ」ってとこれねじゃあ売り上げ今回とどうするや」って言われたらもうなんか言う言葉がないですよねだからやっぱり少なくとも自分で一人っていう組織を今ね一人っていう組織を作ってるときに本本当当の取り方が本当早いわけですよ。あこれはもうやるべきじゃないなと思ったらすぐに修正かけれるし例えば商品に不具合があったらじゃあ代わりの商品をお送りしてあの弁償しますみたいなこともできますしね ね、なんかね、いろいろですね。いやでも本当に勉強になりますね。いただきましょ。